セミもカニも生態系にの連鎖にマイナスが起きてくることを改善していっているけなげです。ここで風は枝を折る。もしは掘ったような穴の掘り方の方がいい。名医なんじゃないですかね、矢野さん。ガジュマルに向かって緩やかに動くこの空気流を少し促すように開いていく。これだけでガジュマルは息をし始める。大きく言えば地球規模のその循環が、人の環境づくりの中で随分痛められてしまっていて、大地の上に重たいコンクリートが乗せられ、奴隷のように自然が虐げられて、あれでは自然の優位は成り立たない。他の動物たちは動物たちなりの優位があって、人社会には人が群れをなす時の大事な連携機能として優位のコミュニケーション。水脈の一番最も効果的な管理はこれが一番。これが上手にできたら真備町に水がたまらなくなるわけ。アゲハチョウもトンボも動き出した途端に乗ってくる。異変に土という森の地は、大地と生き物と空気と水のこの希少の環境を痛めず汚さず大事に使わせてくださいと紐を張った場。ちゃんと生きる可能性がまだあるから諦めない。さあ、じゃあやりましょう。